ブラックン軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8488人であり、2000年の8279人から2.5%増加した。軍庁所在地はブルックスビル市であり、同軍で人口最大の都市はオーガスタ市である。1797年に設立された。 ブラックケン軍は1796年に、メイソン軍とキャンベル軍の一部を合わせ、州内23番目の軍として設立された。軍名は18世紀の探検家、かつ測量士であり、1773年に、この地域を訪れたウィリアム・ブラックケンにちなんで名付けられた。ブラックケンは、後の北西インディアン戦争の間に、インディアンに殺された。 当初の軍域は南のニコラス軍から北のオハイウ川まで、西はリッキング川から東はドーバーまで広がっていた。初期開拓者の何人かはアメリカ独立戦争の退役兵であり、ペンシルベニア州から家族ともども入ってきたアブナ・ー・ハウェルなどがいた。ハウェルは1797年にブラッケン軍で死んだ。軍政府は1833年にオーガスタから ウッドワーズ・クロッシングに移された。ブラッケン軍ではベレア・カレッジを創設し、ケンタッキーでは最も著名な奴隷制度廃止運動家になったジョン・グレッグ・フィーが1816年9月9日に生まれた。フィーはオーガスタ・カレッジと連カミ学校を卒業した。1822年、オーガスタ・カレッジは世界初のメソジストのカレッジとして設立されていた。 ブラックン軍の奴隷制度廃止運動家は地下鉄道と呼ばれた運動の中で大きな役割を果たした。オーガスタには地下鉄道の拠点がいくつかあった。逃亡奴隷に同調した市民のネットワークがオハイオ川を渡り近くのリプリーなど北の地域に奴隷を逃がすことを助けた。ブラックン軍の経済はほとんど農業によっていた。南北戦争前の主要作物は タバコとトウモロコシだった。シロバーリートネのタバコは軽くて適応性のある派であり、タバコ産業を革新したものだが、オハイオ州、ヒギンズポート出身のノーフウェブがセントルイスの祭りで初めて販売した。ウェブは1864年にブラッケン軍から得た種を育て、この品種を開発した。この品種は中部ケンタッキーと中部テネシーで主要作物になった。 その後も農業が経済の中心であり続け、1982年には土地の83.8%が農地だった。作物としては小麦、干し草および牛乳があった。1988年のバーリー種のタバコ生産口は540万6000ポンドに上った。1986年の農業生産口は1915万8000ベイドルだった。 オーガスタ市、ブルックスビル、ジャーマンタウン、ミルフォード、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は208.89平方マイルで、あり、このうち陸地203.22平方マイル、水域は5.67平方マイルで、水域率は2.71%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。